どうも、ピオニジョーです、えー。本日の動画何をしていくのかと言いますとですね、ちょっとあることをさせていただきたいなと思ってまして、まあ、私先日、あのー、ゆり漫画を3冊ごと買ってきまして、本来ですと、1巻、こう、新しいのを開拓して、いつも通り作品紹介というね、形でね、やりたいなと思って探しに行ったら、あの <laughs>、急遽、ね、読んでたやつの次の巻が出てたということで、まあ、シフトチェンジして新しい開拓を行わなかったんですよ。 その代わりと言ってはなんですけれども、感想をお話ししようかなと、新しく買った時のね、感想をちょっと読んでみて、でもこの感想をお話ししたいなと思いまして。まあ、ただね、その、してあげる、なんか感想をお話ししてあげるよ、みたいな感じじゃなくて、あの、捉え方としては、私が単純に感想を話したいだけですね。もうあの、口に出したいんで、この気持ちを。<laughs> この,この感情を口に出したいから今回あの動画をね撮らせていただこうかなと思いますどっちらかっていうとこっちがあれですねあの <laughs> 頼む形 <laughs> 撮らせてくださいという頼む形で、えー、お送りしたいなと思ってますけれどもということであの今回の読んだやつがね3冊買ったうちの1つの「ささやきうに声を歌う6巻いや買ってきましたのでちょっとお話をねさせていただこうかなと思ってますあの10分タイマーをつけますのであのできる限りこう10分以内に終わらせられるようにしようかなと思ってますのでよろしくお願いします ちょっと待ってね。さあ行きましょう。スタートです。さあ行きます。えっ、ー、とね、まあ、今回6巻を買ってきまして、まあ、最初にね、その6巻の話をする前にちょっと軽くやらせてほしいんだけど、リーフレットだよね。いや、すごかったんだよね。<laughs> あのね、4ページなんですよ、このリーフレットが。アニメ度限定でリーフレット4ページあったんだけど、やっぱ一番その、木のひまりちゃんの表紙、これだよね。これすごかった。なんか初めてだもんね、リーフレットをなんか透明なケースに入れたの。<laughs> そのくらい大事にしたいなと思えるようなリフレットでした。購入するのはぜひともね、あの、きのひまりちゃん好きな方は、アニメートル買ってみてください。あの、私は一番はきのひまりちゃん推しなんで、うん。アニメートル買ってよかったなと思ってます。で、本編の方はどうか。えー、まあ、あの、ネタバレ注意でお願いします。もうガンガンちょっと普通に内容を話していこうかなと思ってるんで、よろしくお願いします。あのね、6巻、ま、5巻の終わりが、そもそもその、ローレライのマネージャーに木のひまりちゃんがなると。 あの、そう、らしてくれれば、キノヒまちゃんをローレライのマネージャーにするんだったら、えー、文化祭で対決してあげるよって言われたんですよ。で、で、それで終わったんで、ロッカーその頭からなんですけれども、まあ、いいですよという、その承諾をしまして、まあ、あの、やっていくわけですね。まあ、ただね、あのー、作者さんがね、あの、最初の開いた時のさ、帯に書いてあるメッセージで言ってたんだけど、この間は、 先輩と木よ。はい、まあ2人がねこの作品の主人公というかそのメインキャラにはなるんだけれども、あのー、5巻まで結構その3巻に「好きです」って言って付き合ってから結構それ以降の何て言うんでしょうねより先輩と木のひまりちゃんのデートがとかかその恋愛が中心じゃなくてどっちかっていうとローレライと SS の話まあ もっとと深いところに行志保さんと、えー、水口あきさんの、えーえー、因縁みたいなお話が結構メインにあってその両サイドで両サイドって言い方も欲しいねサイドであの <laughs> ねっ紀乃ひめにちゃんとより先輩が、えー、お付き合いをしていくみたいな話が多かったんでどっちかっていうとメインがそっちだったんですよね志保先輩とあき、えー、さんのお話だったんだけど今回はこの2人がメインでしたね。 でねこの作品の一番のいいところって普通なんですよ、本当に。ノーマルなの。なんかね、私は最近その <laughs> 読んでた作品がさ、例えば、あのー、片方がその耳が不自由だったりとか、特殊な関係だったりとか、えー、あとなんだろう、えーオ、オムニバス形式でさ、教室全体が揺りだったりとか、あと、あのー、無人島にさ、逃げ込んだりとか。<laughs> あの法律で女同士の結婚が認められてたりとか女性同士の結婚が認められたりとかあとあれだね、えー、学校の行事でカンナンバーワンカップルを決めようとしたりとかすごいこう特殊な設定が結構ユリ漫画ってこう多い中ですごいノーマルなんですよね。うん本当にこう特徴はほとんどない高校生活の中でやっていくユリみたいな感じなんで。 めちゃめちゃね、普通なんだけど、それがいいんだよね。めちゃめちゃね、もうそこがね、一番のポイントだと思ってて。で、まあ、その中でも中心がやっぱり、こう、ゆうり先輩と、木のひまりちゃんというところで、この回良かったですね。私は先ほど言った通り木のひまりちゃんがね、一番好きなわけですから、その話をね、その二人の話をね、読みたかったの。あのー、どっちかっていうと、こう、お話の面白さというか、そのストーリーのあれ的には面白かったんだけど、 ゆりって面を見た時に3巻以降その3巻で「好きです」って言ったところ以来あの伸び悩んでたんですよ伸び悩んでたっていうかなんかちょっとこうそれ以降にその特別な「ゆり」ってものが来ないなと思っててうんああと思ってたんですけどこの巻良かったですね <laughs> 最高でしたねまああの到達点がそのこの作品のこの間の6巻の到達点がキスなんですよね まあ、ええー、キスをねいいことできました <laughs> であのー「恋人の全てを知りたいと思うのはわがままですか?」って言って「夏が恋人たちを加速させる」って帯の通り、えー、夏なんですねで夏やっぱりこういう作品の夏の得意定番海に行くか祭りに行くか、えー、笹恋は祭りを取りました祭りに行ってますいやで最後祭りで無事キスをできるとまあこれあのネタバレ注意って言ったからさ言っちゃうけど。 よかったよねあれもね何て言うんでしょうねこうより先輩さあのこの間で特に見えたというのがさより先輩結構クールに見えてさあの紀のひまりちゃんのこと大好きじゃん。で逆その木のひまりちゃんはさどっちかっていうとすごいこうなんか恋あんま知らなそうというかすごいなんか恋愛というか友情みたいな子だと思ってたけどさこの間読むと結構 恋愛に積極的なんですよね。だからそういう、でしなん心のどっかで、あ、そう感じて、そうだよな、みたいなこと感じてたのが5巻までで、もう6巻で明らか、それが強く書かれてて、あ、やっぱそうだよな、ってなったっていう <laughs>。<laughs> よかったよね。いやだってさ、カラオケの時に、キスをしませんかって言ったのが、最初さ、バッてめくった時にさ、 キスしてみますかみたいなこと文字見た時あれ最初より先輩言ってるもんだと思ってたのでよく見たらあれ木乃ひまりちゃんが言ってんじゃんいや <laughs> そこでなんかやっぱそう積極的というか恋に対する積極性とかより先輩に対する恋愛感情強いんだなっていうのを感じましたねすごいこう木のひまりちゃんってさよくあるこう恋愛に疎い子みたいなね何て言うんでしょうねキャラ付けだけどやっぱより先輩大好きなんだな <laughs> だって元から笹いを最初に読んだ時にさあのー、この2人の最初の出会いが一目惚れであのー、だって入学式の時にあって木のひまりちゃんはより先輩の歌に一目惚れしてあのこの人の歌すごいってなったのに対して、えー、より先輩は木のひまりちゃんに一目惚れしたんですよ。だかかかららそそれが意外で元からなんかその どっちか最初のさ表紙のイメージとか見るとさ木乃ひまりちゃんがこうより先輩に対して積極的にいくけど最初の方はそうでもなくてなんかゆり先輩もでもだんだん関係を続けていくうちにすごい2人が好きになって、えー、付き合うみたいなのかなって思ったらのより先輩の方がいい木のひまりちゃんのことを先に好きになっててそれすっげえびっくりしたんですよね <laughs> そんな感じでさすごくいいんですよであのー、最終的にそのカラオケの時にキスできなかったんですけど お祭りになって最後の最後後のでででキスができるんですよねでそのキスまでの過程も、まあ、ありがちではあるんだけれどもすごいやっぱ良かったね。えー、そのローレライの何て言うんでしょうねローレライのそのマネージャーやってるっていう話を聞いてからより先輩がまあ若干の嫉妬をしてるわけですよ。うん。でそこからさ、あのー、まあありがちといえばそれまでだけどさ、あのー、祭りでそのローレライのメンバーに会って。 キノリマリちゃんがローレライの子と楽ししく話をしているそのシーンを見て嫉妬してしまうであの今までずっと手つないでたのを、えー、今はいいやって言って弾いてでそこからあのまた足を痛めるっていうその恒例の展開にノ乃ひまりちゃんが足を痛めて、えー、連れ出してそこでキスみたいな展開もありがちではあると思うんだけどそこが良かったですよねある意味こう「普通が一番 <laughs> シンプルイズベスト」 っていう感じでしたねであのキスのシーンは私あの実はあの反応がですね動画に撮ってありますのであのご覧ください音量注意でお願いします。 あのんでお前こんなの撮ってあるのどうせお前また YouTube に上げるために撮ったんだろって思うかもしれないもちろんその気持ちもね2割ぐらいやった2割か1割でもほんとそれだけなんですよなんで撮ってあるかっていうと私あの LINE であのゆり漫画のその <laughs> ゆり漫画を読んでる時のさ反応っていうのを友達に送るっていうのが一つの恒例行事になってまして <laughs> ゆり漫画買った時に まず机に座りながらあのこう買ってきたんだよこれみたいなことを話すのとそれを読んだ時の感想感想というかその反応でまあ反応がない時は感想っていうのを LINE で送るようにしててしかもそれ別により好きな友達じゃないんだけど <laughs> まあその友達その友達がさ,その,達がさその前にさ笹子いの、えー、貸したら、えー、めちゃめちゃ面白かったって言ってより好きじゃなかったんだけど笹恋の友達笹子い貸したらめちゃめちゃ面白かったって言って帰ってきた子なんだけど。 その人に <laughs> 送るために動画撮ってて <laughs>。ちなみにね、その送った動画は全然顔出しもバシバシにしてるから <laughs>、見せられないだから今回音声だけ、いつもシルバックでちょっと見させてもらったんだけどね。うん、そんな感じです。本当だ、良かった。マジマジで面白かった。やっぱすごいね、ささこいは。本当は、 数日に分けて読もうと思ったんですよやっぱりこう7ヶ月ぐらい発売が、えー、必要なんで発売する期間がね7ヶ月ぐらいぐらいあるんでこう7ヶ月間耐えれねえよというところで話をねこう区切り区切りで見ていこうかなと思ったんだけど一夜で読んじゃった一夜で読んじゃったよあーもう楽しすぎて <laughs> だあちょっと待って10分経ちって <laughs> そんな感じでございます ね。だから、まあ次が私一応笹恋じゃなくて北、北川北川あの汚い君が一番可愛いもあるんで、そちらの感想もできれば撮りたいなと思ってます。ありがとうございました。バイバイ <laughs>